相棒のエリとの別居が話題となっている格闘家の雑賀喜佐右衛門さんが、4月4日にエリさんと再会したことを報告した。息子の写真を公開し、久しぶりにチビに会った時、我が子の成長は本当に早い、と書いた。雑賀は2021年9月にエリとの交際を発表し、2022年10月には2人の間に男児が誕生。それぞれのインスタグラムとブログは、家族がいかに仲が良いかを示していました。しかし、2023年1月、エリは、これまで耐えてきた限界に達した、と家庭内トラブルで強いストレス状態にあったことを告白。2月、彼女は交渉していたことを明らかにしたが、一歩前進し、二歩後退し続けた、と述べた、雑賀。爆破から約3ヶ月後の4月2日、エリさんと2人で暮らしていたアパートを退去し、別居を開始したことを告白。3日、彼女は、時間の流れがこんなに違うのかな、気持ちがゆっくりと、パートナーのいない人生を明かした。雑賀さんは4日、朝5時に起床してオンライントレーニングを行い、充実したスタートを切った。ただ、エリちゃんに頼っていたせいで予定に変更があったらしく、予定がやばいと言ってしまった。結局、練習を我慢。